崩壊系列、または放射性系列、レディオアクティブシリーズとは、原子物理学において、放射性崩壊によって生じる個々の放射性の、崩壊性生物について、同じ各種をたどるものごとに一連の各種変換を、系列としてまとめたものである。大多数の放射性元素は直接安定状態にまで、崩壊することはなく、 より安定な同位体にたどり着くまで一連の崩壊を順々に起こす。崩壊段階は、それらの前段階と後段階の関係によって表される。親各種は放射性崩壊を経て、娘各種へと変化する。娘各種は安定であるか、さらにその娘各種へと崩壊を起こす。娘各種の娘各種は、しばしば孫各種とも呼ばれる。 ある親各種がその娘各種に崩壊するのに必要な時間には大きな開きがある。これは異なる親各種娘各種で所要時間に差があるだけに限らず同じ親各種娘各種のペアであっても全原子が一斉に崩壊するわけではなく崩壊には時間差がある。核原子の崩壊は独立に起こることから最初に存在した原子数が 時間経過によってどう減少するかは経過時間とによって指数関数的に良いラムダ t と表現できる。ここでラムダは崩壊定数である。このような指数関数的な性質を表す特性値が半減期であり特定の親各種が娘各種に崩壊して親各種の個数が当初の半分になるまでの時間を表す。半減期は研究室において 何千もの放射性同位体について特定されており、ほとんど瞬時のものから長くては1019年以上に及ぶものもある。中間段階はしばしば最初の放射性同位体よりも強い放射能を持つ。平行状態に達したとき、孫各種はその半減期に比例して存在するが、その活性はその半減期と反比例することから、崩壊系列における。 いかなる各種も、系列の最初の親各種と同じだけの放射能を持つ。例えば、自然のウランはさほど放射能が強いとは言えないが、歴性ウラン孔や、ンウラン孔といったウラン鉱石は、13倍もの強い、放射能を有する。これは、ラジウムや、その他の娘各種が、鉱石に含まれているからである。不安定で、かなり強い放射源となる。 ラジウム同位体に限らず、崩壊系列で次に発生する、気体ラドンも放射源となる。このため、ラドンは、自然界で発生する、放射性ガスであり、引き出演者に肺がんを起こしうる、原因物となりうる。4つの崩壊系列を示した、図、トリウム、ラジウム、アクチニウム、ネプツニウム放射性崩壊の主な崩壊モードは、アルファ崩壊、ベータ崩壊、各異性体手に、 自発核分裂の4種類である。また、ベータ崩壊はさらにベータ崩壊、ベータ崩壊、電子捕獲とに分けられる。これらの崩壊プロセスのうち、アルファ崩壊では、核の質量数が常に4減少し、ベータ崩壊や核異性体転移では、質量数が変化しない。このため、自発核分裂を除く崩壊では、質量数を4で割った余りが同じままとなり、この余りによって、 各種を4つの系列に分類することができる。これは、いかなる各種でもいずれかの系列に分類可能であることを意味する。自然界で見られるものは、これら系列のうち主に3種類であり、トリウム系列、ウラン系列、アクチニウム系列と呼ばれる。これらは4つの系列のうちの3つであり、鉛の異なる3種類の安定同位体に至って、崩壊を終える。 各同位体の質量数は、それぞれ N、4n、4n プラス2、4n プラス3と、表現できる。超寿命の回収同位体232ス、238 u ー及び235 u の三角種は、地球の形成時から存在し、244、プセング体も、地球上にごく微量ながら見られてきた。第四の系列は、質量数が、 4n プラス1と表現されるネプツニウム系列であり、開始各種である 237np が、地球の年齢に比べてはるかに、単純妙な同位体であることから、最後の立足段階を除いてはすでに消滅している、系列である。その他にも 14c のように、より短い系列が多く存在する。地球上では、それら開始同位体の多くが宇宙船によって、生成され、 人工的には原子力発電の副産物として生成されている。トリウム232から鉛208に至る系列をトリウム系列という。質量数 4n の各種からなる。ウラン238からラジウム226を経て鉛206に至る系列をラジウム系列、またはウラン系列と呼ぶ。質量数 4n プラス2の各種からなる。 ウラン235からアクチニウム227を経て、鉛207に至る系列を、アクチニウム系列と呼ぶ。質量数 4n プラス3の各種からなる。アクチニウム崩壊系列ネプツニウム237、カラビスマス209、タリウム205に至る系列を、ネプツニウム系列という。質量数 4n プラス1の各種からなる。 ビスマス209以前の各種はすべて半減期が短いため天然にはほとんど減損しない原子核は重くなるほど安定であるために必要な中性子陽子数比が大きくなり各分裂反応を起こすような重い原子核は陽子に比べて中性子の比率がはるかに大きいこのため 核分裂により生成した核種は、その質量数で安定な状態に比べて中性子、陽子数比が高い状態にある。これらの核分裂生成核種は、複数の β 崩壊を連続して起こして中性子を陽子に変換してゆき、その質量数で安定な中性子、陽子数比へ近づいてゆく。最初の崩壊は、比較的高い崩壊エネルギーと短い半減期を、 言うするが、最後の崩壊では崩壊エネルギーが低くなったり、半減期が長くなる。例えば、ウラ百235は92個の陽子と143個の中性子を持っている。核分裂においては1つ中性子を取り込み、その後に2つまたは3つ以上の中性子を生成する。つまり、最大で92個の陽子と142個の 中性子からなる二つの各種に核分裂する。生成される二つの各種の例としては、質量数99のイットリウムマイナス99、及び質量数135の要素マイナス135が挙げられる。この崩壊系列は次のようになる。宇宙船によって生成されている放射性各種を除いた系列を構成しない、 天然放射性各種も存在する。これらは地球誕生時から存在し続けているが、新たに宇宙船の作用によって生成されることもある。これらのうち 40K は蛍光摂取による体内被曝の大きな原因である。参考としてそれら各種を表で示す。娘各種は安定である。以下の天然放射性各種はアルファ崩壊系列をなす。 理科学 A は1998、項目、例形シリーズ。ABC 理科学 A は1998。理科学 A は1998、項目、レディオアクティブシリーズ。ラドン、ザヘルスハザードウィズ・ A シンプルソリューション、ハット DC ・ DC ホフマン。F.O. ローレンス、J.L. ミューイター、F.M. ローク、ディテクション・オブ・プルトニウム -244 イン、ネーチャー、イン。 ネイチャー、ナンバー、34、1971、ピアニッシモ、132、134。ありがとうございます。